これは、京急の神武寺駅から3つ目の信号ですね。逗子中学校の、横をずっと登ったところが神武寺に、行く古い参道だったんですね。ここから、登りますと大体20分ぐらいで行きます。そしてこの、登り口にですね、下郷石の石切り場という、表札が立ってますね。これですね、こういう風に石を切っているか、ね、四角に切ってますね。この辺りが石切り場だったんですね。江戸時代の石切り場であったと。では行ってみましょう。これもそうだね、これも石を切った跡だね。これすごいね、また、この辺も相当色が切ってるね。これで立ったんだ、すごいね。おー、いいじゃん。東逗子駅の前からは何度も行きましたが、この道ね、岩を切ってるし、昔はこの道でもって金沢八景の方に行っておいたということですね。どんどん深くなってきますね。暗いね。やっぱり山は高くないけど深いね。鎌倉と同じようなところですね。これね、自然林だな。かなり広いんですよね。お、いいね。これはいいや。うっそうとした感じだね。これはいい。